おはようございます。神ラボの美容師松原です。ということですね、こう街をね歩いていて、なんか後ろ姿を見てですね、うわ髪綺麗とか、あんな髪になりたいななんて思ったりしたことっていうのはですね、誰しもが一度はあると思うんですけども、どうやったらねあんなツヤツヤな髪になれるのとか、どんなお手入れをすればいいのとか教えてっていうのはですね結構あるんですよね。ということで、まあ、今回は髪のプロがですね、髪がツヤツヤになれる商品っていうのをですね紹介していこうと思います。ということで、まあ、今回なんですけど、自宅で誰でも簡単にダメージヘアをですねツヤ髪にする方法っていうのをですね喋っていこうと思います。で、まあ、今回のテーマなんですけど、とにかく簡単にありえないぐらい髪の毛をツヤツヤにするっていう方法を話していくんですけども、それをね叶えてくれる商品っていうのがこちら、ヘアタイムセス 7D プラスっていう商品名なんですけども、これ聞いたことあります？多分ねほとんどの人が初めて聞くと思うんですよ、このヘアタイムセスっていう商品ですね。これがシャンプーとトリートメントなんですけども、あとはこちらですね、髪を乾かす前とか乾かした後に使うヘアウォーターですね。あとは頭皮用のスカルプエッセンスですね。でこの4つのヘアケアなんですけども、私のパッケージもなんかお高そうな感じですよね、こう見てもらうと。でこの4つでですね、お値段がなんと2万円超えなんですよ。シャンプーだけでも税込みで5280円もするんですよね。まあ高いんですよこの商品は。だけどこれ使ったらどんな効果があるのかって気になりませんか？ということで、まあ、髪をね綺麗にしたいっていう人はですね、ぜひ最後まで見てみてください。ということで、とにかく簡単に手っ取り早くツヤツヤにするっていうのが、まあ、今回のテーマで、まあ、まとめてみようと思ったんですけど、このね商品を、まあ、紹介しようとは思ったんですけど、基本的にはねこれ一般流通はしてないんですよね。まあ、どういうところで買えるかっていうと、まあ、取り扱いのある美容室もしくは百貨店ですね、でしか買えないんですよね。でもすごいんですよ。早速ね、まあ、今回使ってみようと思ってここにちょっと写真出しておくんですけど、まあ、今回ね使ったモデルさんがですね、ブリーチをですね7回やってるんですけど、シャンプーを1回するだけで本当にツヤツヤな髪になったんですよ。しかもこれね、シャンプーをこうするだけで顔がですね整形級に顔が引き上がるっていう現象が起きるんですよ。これは自分も実際に使ってね思ったんですけど、体験した感じは本当にむくみがなんかなくなって、顔がねシュッて上がった感じがしました。まあ、これなんで決してね持ってるわけじゃないんですよね。それぐらい顔にも髪にも変化が出るっていう商品なんですよ。これね多分説明が多分長くなっちゃうと皆さん見るとねきっとやめちゃうと思うんで、早速実際に使ってみたっていうシーンをですね流していこうと思います。ということですね、まずこちらですね、まあ、モデルさんがですね、まあ、本当にブリーチを、まあ、だいぶ繰り返してて、まあ、こうビフォーの状態でも髪がね広がりやすくて結構ボサボサになりやすい髪なんですよね。この状態から見てもらったら分かると思うんですけど、でこの状態からですね、まあ、スタートしていくわけなんですけども、まずですね頭皮に、まあ、スカルプエッセンスですね、頭皮のエッセンスをつけて、まず頭皮環境を整えるというところから始めます。でそれをつけたら、まあ、もったいないんですけどすぐ流すんですよね。はい、でそのままシャンプーをしていきます。でこのね、まあ、製品のちょっと不思議なところがここからなんですけど、普通はこうシャンプーをした後はですね、大体皆さん流してからトリートメントですねつけるっていう工程が、まあ、皆さん普通だと思うんですけど、この商品はですねシャンプーした後に流さずにそのままトリートメントをつけていくんですね。なんかこう泡切れがいいというか泡が消えていくっていうような感じなんですけど、シャンプーしててもなんでシャンプーしてて泡がなくなってきたらトリートメントをそのままつけると。でその後にさらにシャンプーを手に取って泡立てずにですねさらにその上に重ね付けして揉み込んでいくっていう工程になるんですよ。これねちょっとね謎な工程なんですよね。最初説明聞いた時に結構混乱したんですけど、
はい、混乱したんですけど使ってたらまあこんな感じなんだなっていうのが分かったんですよね。でこの時点でですね、実際にこう手に取って見てみたんですけど、これ見たら分かると思うんですけど、すごい滑らかなツヤが出てるっていうのがね分かると思います。でこの状態からですね、まあ、流していくんですけども、こっからがね結構驚いたんですよね。で席にですねこのまま戻ってですね鏡を見たんですけども、まずここでこれ、はい、これビフォーの顔の状態がこちらなんですけど、やっぱり本人はたるみとかむくみっていうのがねずっと気になってるって言ってたんですけども、これシャンプー終わってから顔の大きさをですねちょっとこうやって見比べてみるとですね、なんかね顔がねめちゃくちゃシュッと小顔になってるんですよね。でたるみもちょっとなくなって、本人はなんかこうね顎が出たって、ね、喜んでたんですよね。顎が出たってどういう感想だよって思ったんですけど、まあ、要はここのたるみの部分が上に上がってちょっとこうシュッてなったっていうふうに喜んでましたね。まあ、そしてですねこのままタオルドライをしてですね再び頭皮にですねエッセンスをつけて、で今度は毛先の方にさっき言ったヘアミストですねをつけていきます。で今回はですねちょっと実験をしてみようと思って、左側半分はですね国内最高級のドライヤーですね、最高金額ですね、まあ、同じメーカーですねレプロナイザー 7D プラスっていう商品で乾かして、右半分はですね6000円のドライヤーを使って乾かしてみました。はい、左右でねちょっと使い比べてみようと思ってやってみたんですけども、これね乾かしてるね最中からもう分かるんですよね、圧倒的なこのツヤ感で。これね、どっちのドライヤーを使ってもね驚くほどのねツヤになってるんですよ。これねびっくりしませんか。これで元々のやっぱり状態一番最初と比べるとねもう天と地ほどの差があります。これ本人もね相当驚いてたんですけども、これでですね完成しました。はい、これね最初と見比べてもツヤとか収まりっていうのはね全然違うんですよ。しかもね1回しかやってないですからね、そこもねまた驚きだなと思います。はい、ということですね。はい、でこっからは、まあ、商品の詳しい説明っていうのですねちょっとしていこうかなと思うんですけども、まずですねこのさっき使ったこのヘアタイムセスなんですけども、こちらのですね、まあ、ヘアビューロンとかレプロナイザーとかまあ、有名なこうリリーナっていうですね、まあ、会社が作ってるんですけども、まあ、そこのヘアケアシリーズなんですよね。このシリーズがこの 7D プラスっていうシリーズまだこれ出たばっかりなんですけど、名前もねシャンプーじゃないんですよね。これで購入状出しておくんですけども、キューラとかレゾーレ、アビュー、セリオーネって書いてあるんですけど、これねどういうことかっていうと、シャンプーの名前がレゾーレっていう名前なんですよ。なんでもうシャンプーじゃなくてレゾーレっていう名前なんですよね。なんで頭をシャンプーするっていう意味じゃなくてレゾーレするっていう表現になるんですよね。もうちょっとよくわかんないですけどね、そういう商品になっております。で個人的にはこう全部使ってみて思ったんですけど、こちらのミストですね、このシュシュってミストのタイプの、まあ、乾かす前に使うヘアウォーターですね、このセリオーネっていうで、こちらの商品もこう振った瞬間からもう髪の毛の収まりも変わるし、乾かす前とか広がってきた時にまとめたいなって思った時に使っても OK なんですよ。すっごいサラサラになるんで、これ一番最初に使うのとこれもね結構激推しですね。これからスタートしてみてもいいんじゃないかって思うぐらいです。で、まあ、顔がねさっき上がったりとかむくみが取れたりっていうような話もしたんですけど、まあ、あくまでそれやっぱ個人差はあるんですけど、とにかくね一回ね使ってみてほしいなと思いました。まあ、そもそもねこれねなんでそんなに変わるのかっていう話なんですけども、その秘密はですねこの密度のせっていうですねテクニック、これがね大事なんですけども、これは公式のホームページとかね、サイトを見てもらったら、まあ、いろんな細かい説明書いてあるんで、まあ、一応ここに載せておきますけど、メーカー公式でこんな風に書いてありますが、まあ、あとは読んでみてくださいねっていう感じですね。まあ、本当に髪質はですねでもシルクのような質感になるんでね、個人的には本当に感動した商品になります。ということでですね、顔もこう引き上がったりとか髪もねさらにねツヤツヤになるっていう商品はぶっちゃけ他にはないと思ってるんで
ですけども、やっぱりダメージヘアですね、悩んでる人がですね一度もう騙されたと思ってね使ってほしいぐらいの商品になります。でこれはですね、自分もですね、美容師の仕事をですね15年以上してきた中で初めての感覚だったんで、伝えたいなって思ったのと、これさえあればっていう感じですよね。自宅で使うだけなんで本当に簡単にケアができるし、髪もツヤツヤになるからいいなって思いました。で特にね、こう美意識が高い人っていうのはもう散々こういろんなシャンプーとかトリートメントを使ってきてると思うんですよ。なんでまだこれを体験したことがないっていう人ね、ぜひおすすめしたいし、髪の毛のパサつきとか気になってるっていう人にもいいなと思います。で、あとはですね、価格がこう価格なだけに、若い世代の人たちはねちょっとね買うのは抵抗があるかもしれないんですけども、これねプレゼントとかでもすごいいいなって思いました。なんでヘアタイムスですね、ちょっと気になるもう少し詳しく教えてっていう人はですね、公式の LINE をですね作ってあるので、よかったらですね概要欄から気軽にメッセージください。ここまでですね、見てもらってですね、ドライヤーとかヘアアイロンなんかもですね、気になる人もいるのかなと思います。そもそもね綺麗なツヤ髪を目指すんであれば、ドライヤーはいいものを使うとか、ヘアアイロンいいものを使うっていうのはもうもはや必須アイテムなんですよね。で、むしろこのシリーズシャンプーとかトリートメント、ドライヤーはレプロナイザー使って、ストレートアイロンとかカードアイロンはヘアビューロンを使う。ここまでやったらね最強なんですよね。本当ね一瞬でツヤ髪になれます。でレプロナイザーとかヘアビューロンを解説してる動画っていうのをですね、過去に作ってるので、興味があったらそっちも見てほしいなっていうところと、あと最近はですねダイソンですね、ストレートアイロン、これ最近新作が出たんです。そちらもレビューしますので、よかったらですね、概要欄に貼っておくので見てみてください。あとはですね、今回伝えたかったことは、まとめになるんですけども、髪をね綺麗にするとか、ツヤツヤにするっていうのは当然美容室でのケアっていうのは本当大事なんですよ。だけどほとんどの人はですね自宅でのケアが普通になるわけなんですよ。これどういうことかっていうと、やっぱり月に1回美容室行ってたとしても残りの300日以上は自宅でのケアになるんですよ。なんでここまで高い商品を使おうっていうわけではなくてですね、これやっぱ正しいヘアケアの知識を身につけておくとか、こういった商品があるんだよっていうのは知っておくのは本当にいいかなと思います。でやっぱり髪の毛って雑に扱えば綺麗には保てないんですよね。なので髪の毛が綺麗な人、街中でサラサラツヤツヤな人たちとかはやっぱりいろいろ努力されてます。なんでこういう知識がね役に立ったら嬉しいなと思います。ということでですね、今後もこう髪のケアの話だったりとか最新の美容商品のですね話もしていきますので、ぜひ見てほしいのと、よかったらですねチャンネル登録ですねしてもらってですね、配信を楽しみにしてもらえると嬉しいなと思います。チャンネル登録してもらって本当嬉しいんで、ぜひお願いします。ということで今回の動画がですね参考になったよって人はですね、ぜひグッドボタンとコメントももらえると嬉しいです。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございます。